まずあのエンジンがすごい軽量化されたっていうことで、はい、まあ、これ今カットモデルあるんですが、これ大体エンジンどれぐらいの重さあるものなんですか？旧型のインテグラに対して、さらに2リッター化しながら軽くなっているという位置づけですね、はい、その前が 1.8 リッターで今回2リッターにあのベースアップしているのに、逆に10キロでしたとしては軽くなっているんですね、軽くなっていると、はいはい、この大きさでその10キロで軽くするのってなかなか大変だと思うんですよ。例えばこれマグネシウムにしたとか、あの今まで鉄だったとかアルミにしたとか、そういうことじゃなくて、どういう部分でそれは？基本的にはコンパクト化設計があの軽くなっている理由の一つなんですけれど、この例えばヘッドのコンパクトなもの、それからブロックの構造がコンパクトで軽量になっている、まあ、部品としては例えばカムシャフトを中空のものを使っているだとか、そういったあの軽量化の努力はいろんな部分でやっております。あと今回あの非常に VTEC の機器があの、まあ、スムーズになったというか、非常に低速からトルクフルで、あの 2.4 リッターぐらいあるんじゃないかなっていうぐらいな低速トルクと、それからずっと上まで伸びてくる伸び感、その辺の両立してるんですが、まあ、その辺は、まあ、後方排気とかいろいろあると思うんですが、どういう感じで？あの、まあ、VTECと、それからあの今回 VTC といいまして、あのインテークカムシャフトの位相を連続的にコントロールする機構を追加して、まあ、我々 IVTEC と呼んでるんですけれど、それによる理想的なバルブタイムのコントロールを低速から高速まで連続的にやってるってことが、おそらくその独特性のリニア感というかね、につながっていると思います。あの IVTEC エンジンの特徴っていうのは、そういうその VTC を組み合わせたその知能化されたコントロールと、それ以外に先ほど言いましたようにコンパクトなで軽いエンジン、あるいはまあ後方排気も含めてですけれど、触媒までの距離を短くすることで、排気ガスの性能も良くしているで、まあ、そういったいろいろな全方位進化したエンジンですので、